表参道駅。表参道駅は、東京都港区北青山三丁目にある、東京地下鉄、東京メトロの駅である。駅名の由来となっている、明治神宮の表参道、都道413号と青山通り、国道246号交差点の地下に位置する。銀座線、千代田線、半蔵門線の三路線が乗り入れ、各路線ごとに、駅番号が与えられている。 銀座線と半蔵門線は同じホームにある。なお、この駅は港区最西端の駅である。当駅は駅務管区所在駅である。表参道駅、務管区として表参道地域、長田町地域、明治神宮前地域を管理する。また、表参道地域として外苑前駅を管理する。銀座線と半蔵門線は 地下1階に島式ホーム2面4線を方向別配線で共有している。内側2線が銀座線で、外側2線が半蔵門線である。それぞれの渋谷方面及び青山1丁目方面の列車は同一ホームで入り替えが可能である。一部コンコースは改札外の上層の地下1階にあるが、中央の改札外は地下2階にあり、地上に出るために開花に降りる必要がある。 4番線壁面の駅名表は、かつては自駅表示が、半蔵門線と銀座線の両方の駅名。青山一丁目、外苑前が、路線名と共に併記されていたが、銀座線の表記はシールで隠されていた。地下2階には、改札口や商業施設を備えたコンコースがある。また、その上階の地下1階も、コンコースとなっている。なお、 千代田線代々木上原よりの改札は地下1階にあり、地下2階を経ることなく、地下3階から直結している。それ以外の改札口は地下2階にある。駅中商業施設、えちか表参道のテナントが改札内外に展開されている。そのため、土曜、休日には買い物客などで大変混雑する。また、 東京メトロツーメーカード専用のポイントチャージ機が、東京地下鉄の定期券売り場以外では、唯一、当駅に設置されている。地下2階、銀座線、半蔵門線ホーム真下の円柱には、話題性のある広告が重複される場合があり、一つの特徴でもある。トイレは、地下1階に2カ所あり、中央側の改札街、千代田線代々木上原よりの改札内にある。 B1B2 出入口がコンコースから離れた渋谷寄りにあるのは移設前に銀座線の旧駅と直結していた名残である。口術。千代田線ホームは地下3階に位置しており、島式ホーム1面2線を有する。乃木坂寄りには両当たり線が設置されており、緊急時に折り返しが可能である。当時の帝都高速度交通地下鉄は、 大型の方面表示板の多くを昭和時代末期に小型のものに交換したが、当駅の千代田線ホームには平成時代に入ってもこれが残されており、加えて今度の電車はお出ましたと表記される接近ランプや宙吊り式の時刻表も残されていた。これらは改装工事の際に撤去され、待駅と同様のスタイルになった。出店、東京メトロ、構内図、全ホームで、 スイッチ制作の発射メロディを使用している。半蔵門線ホームは2018年9月13日から、千代田線ホームは同年10月27日から、銀座線ホームは同年11月22日から使用を開始した。近年の1日平均乗降人員は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員は、下表の通り。神宮前駅とは、 銀座線表参道駅の過去の名称である。銀座線の表参道駅は、開業時は、現在の位置よりもやや渋谷寄りにあった。駅名も1938年の開業時は、青山六丁目駅の名で、翌1939年に、明治神宮に近いことから改称され、神宮前駅となった。1972年の千代田線開業時に、神宮前駅を、 表参道駅に改称して、同線との乗り換え駅となったが、一度地上を経由する、徒歩連絡で不便な乗り換え形態であった。そこで、これらを解消するため、半蔵門線の開業に合わせて、同線と銀座線の新ホームを建設し、旧ホームの新橋寄りの現在の位置に、銀座線のホームを移動させ、さらに旧ホームと直結していた B1B2、 出入口と新駅のコンコースとの間に連絡通路を設けて現在の形になった。表参道、青山六丁目神宮前駅の旧ホームは銀座線線路のすぐ渋谷寄りに現存し、連続して建設されているが立ち入り禁止となっており、資材置き場として使用している。A 段、東京メトロの駅で二度駅名を解消したのは当駅のみである。 2012年8月6日から同年8月12日まで映画プロメテウスの宣伝のためこの銀座線旧ホームを使用して映画に関係するオブジェなどを配置したプロメテウスミステリーステーションと題されたタイアップキャンペーンが実施されているこの映画は同年5月にフランスで公開された際にもパリメトロ8号線のストラスブールサンドニエと レピュブリック駅間にあるサンマルタン駅跡を使って同様のキャンペーンを実施しており、配給元の20世紀フォックスが日本でも実施するために使われなくなった駅を探して実現させたものである。当駅に停車し、千代田線から小田急線へ直通する特急ロマンスカー、メトロアコネ、メトロ江ノ島、メトロモーニングウェイ、メトロホームウェイの隣の停車駅は、 各列車記事を参照のこと。なお、小田急線方面は乗車のみ、北千住方面は校舎のみ取り扱う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。